時刻は22時を回りました。皆様こんばんは。秋元則子お休み前の本棚の時間です。お相手は私、とうとうバテまして、名古屋で本番があるというのに、どうにもだるくて頭がフラッとして起き上がれずにいました。で、息子から塩分足りてるって言われて、慌てて塩分取りました。マグマ塩といってヒマラヤ山脈から取れる岩塩なんですけど、普段はもうほんとまずくって嫌いだったんですけど、その時はなんだかすごくやけに美味しく感じて、塩をバンバンと取りましたら一気に治りました。あとはポカリをごくごく飲んだりして、なんとか、本番が済みました。家の中でも熱中症になるようです。皆様どうぞ気をつけてください。この番組は宜野湾ヒルズ通り FM 宜野湾海の見える素敵なスタジオより22時30分まで放送いたします。どうぞ最後までお付き合いください。またメッセージを随時募集しています。メールアドレスは797@fmginowan.com です。YouTube でもネット配信しています。またスマホで聞く場合はアプリのリスンラジオかマイチューナラジオをダウンロードしていただきますと、いつでもこのラジオを楽しむことができます。それでは今夜の1曲目、ルイ・アームストロング、セント・ルイス・ブルース、どうぞ。お送りしております、この番組は秋元則子お休み前の本棚です。曲はルイ・アームストロングで、セント・ルイス・ブルースをお聞きいただきました。青春さんからメッセージをいただいてますので、まずそちらから読ませていただきます。こんばんは。沖縄では小さな頃から歌から始まり、戦争について学ぶ機会があるのですね。人は前に進むために悲劇を忘れることが必要な時もありますが、今ある自分、生活、豊かさが当たり前ではないこと、教科書に載っている歴史だけが事実ではないことを学ばなければならないと思っております。小川未明の野薔薇をはじめ、戦争について考える、伝えてくれる書物はたくさんありますよね。忙しい毎日の中で大切なことを忘れないように再読してみようと思います。今週の放送も楽しみにしています。おはるさん、いつもありがとうございます。実は今日おすすめする映画の後にコメントしようと思ってたこと全部ここに書かれてあったのでびっくりしてます。もうズバリこのままのことを私も言いたかったんです。今日の映画はですね、黒澤明監督の「ドデスカ天」です。原作は山本周五郎の「季節のない街」。1970年の作品で、黒澤明監督の初のカラー映画となっています。舞台は戦後のスラム街、社会の底辺に生きる貧しい人々の日常生活を淡々と描いた群像劇となっています。貧困と悲哀、ずるさ、人間の持つ力強さ、でもどこかユーモラスな作りとなっています。もう私一押しです。なんといっても主役の逗子義孝さん演じる電車バカの六ちゃんが「ドデスカデンドデスカデン」と言って一日中架空の電車を走らせているのがもう本当に頭に残ってます。印象的です。戦後の荒れ果てた時代を生き抜いて、そして今こういう時代を経て今の私たちの生活があるんだということをしみじみ思い知らせてくれる映画だと思います。それでは、竹光徹作曲映画「ドデスカデン」、そしてその後には坪井栄の「ヤギ屋の兄弟」を読ませていただきます。どうぞ。坪井栄、ヤギ屋の兄弟。戦争に行ったまま終戦になってもまだ帰ってこないお父さんを待っている子供たちが全国にどのくらいいるでしょうか。
ここに出てくる勘太郎や美恵子も去年までその仲間だったのです。戦争が済んでから丸3年間、毎年木の芽が若葉になり、若葉の色がだんだん濃くなり、やがてもみじして涼風に散っていくまで、二人はどんなにお父さんを待ち続けていたことでしょう。あんまり待ちくたびれてある時、美恵子はやけくそになったことがあります。どうしたんでしょうね、お父さんったら。もう死んじゃったんかしら。するとお母さんはそれを打ち消すように首を振り、美恵子ったらむちゃくちゃね。そう簡単にお父さんを殺さないでよ。今に帰りますよ。でもお父さんはきっとおしまいでなくちゃ帰れないでしょう。なぜ？ロシア語を知ってるからよ。通訳にでもなって重宝がられていてよ、きっと。ロシア語のできる人はあんまりたくさんはないでしょうからね。つまんないの。ロシア語なんて知ってなきゃいいのに。知らないって言えばいいのに。ねえ、お兄ちゃん。勘太郎に向かって賛成を求めました。そんなこと言ったって知ってるんだもん。嘘言えないよね、お母さん。そうよ。今こそと思って、お父さんはいい気になって本場のロシア語の勉強してるかもしれない。戦争中はあれだったものね。それはお父さんがロシア語を知っているということで、戦争中警察で調べられるなど嫌なことがあったことなのでした。美恵子がまだ赤ん坊の時ですから、何にも知ってはいません。お父さんの顔さえ美恵子は覚えていないのです。だから余計早く美恵子はお父さんの顔が見たかったのでしょう。そして1年経ちました。寒い間はナホトカの海は凍って、福音船は行くことができないのを知っていますので、2人はその間せっせと手紙を書きました。が、木の芽が若葉になり、青葉になり、やがてまた散りかけると、だんだん気持ちが落ち着かなくなってきました。今度は勘太郎が言いました。嫌だな、お父さん、早く帰らないと今年もまた寒くなっちゃうよ。今年こそは帰ってくるという賭けを2人はしていたのです。もしもお父さんが帰ってこなかったら、勘太郎は一番大事なヤギの子を美恵子にやらなくちゃならないし、帰ってきたら美恵子からアンゴラウサギをもらうことになっていました。美恵子は澄ました声で言いました。そしたらヤギよ、お兄ちゃん。勘太郎はまるでお父さんが帰らない方が良いとでも思っているような妹の言葉にムカムカしてきて、美恵子をにらみつけるような目をしました。ああ、その代わり、帰ってきたらあんこをもらうよ。帰ってなんぞ来ませんよ。お父さんは通訳だから、一等おしまいですよ。ヤギはそしたら美恵子のものよ。勘太郎はとうとう我慢ができなくなって、美恵子の頭を殴りつけました。美恵子も負けていません。勘太郎に向かって、むしゃぶりついて、その肩先に食いつこうとしました。そうしながら助けを求めているのです。そして何事が起こったのかと飛んできたお母さんに、2人は一緒に口を尖らせて訴えました。それでお兄ちゃんが私をぶったのよ。だってさ、美恵子ったらお父さんが帰ったら困るような顔するんだもの。ずるいずるい。ヤギが欲しいもんだからあんなこと言ったら。乱暴な言葉です。だけど2人は急に黙ってしまいました。お母さんがポロッと涙をこぼしたからです。涙をこぼしながらお母さんは言いました。本当にね、これはお父さんでなくちゃ解決できないわ。でもお父さんは一等おしまいでしょ、通訳だから。そうね。でも帰るかもしれないね。
そうね。お母さんがこんなふうな簡単なお返事をするようになったのは、もうだいぶ前からのことでした。それはまだ復員しない全部の兵隊さんから留守宅へ手紙を出したということが新聞に出たのに、美恵子たちのお父さんからは何の便りもなかったからです。今年になって復員したお父さんの戦友たちからお母さんのところへ手紙が来てからというもの、一層お母さんはお父さんのことを話さなくなりました。手紙は三人の別々の人たちから来たのでした。そのたびにお母さんは大急ぎで支度をして出かけていきました。最初は豊島区へ、二度目には千葉県の木更津というところへ、その次には八王子へ。そして帰ってくるたびにぐったりとしていました。出かけた日のお母さんの顔は痩せて、目の下に陰りができていました。どうだったの？お父さん、いつ帰るって？代わる代わる二人は尋ねました。しかし、お母さんの返事はいつも簡単なのでした。それがね、どうもよくわからないの。どうしてさ、お父さんのお友達なのに？そうよ。お母さんは深い大きなため息をつきました。4人目の戦友からお手紙が来たとき、お母さんはもう出かけようとしませんでした。どうして行かないの？僕、代わりに行ってこようか。渋谷区世田谷だから、小田急電鉄でしょ？僕、美恵子と二人で行ってもいいよ。しかしお母さんはそれには答えずに別のことを言いました。復員船が港へ着くとね、兵隊さんたちは真っ先にお手紙を見るんだって。たくさんのお手紙が大きな台の上に山のように積んであるんだって。その中からめいめいのを得り出すんだって。そしたらおしまいに帰らなかった人のが残るんだってよ。その残ったお手紙の受け取り人を知っている人は、留守宅へ様子を知らせることになっているんだって。うちへお手紙をくださった人たちは、お父さんが病気になったのを見たり聞いたりしていた人ばかりなの。お父さん病気？勘太郎は驚いて言いました。お母さんはうなずきながら、やっぱり言葉ではそれを言わずに、かんちゃんやみえ子のお手紙がね、その台の上に束になって残っていたってよ。お母さんは両手を顔に当てました。美恵子たちはシーンとなったような気持ちでした。その後引き続いて3人の人たちから手紙をもらいましたが、お母さんはもう封を開けようともしませんでした。そしてその手紙をタンスの一番上の引き出しにしまってしまいました。そんなことから二人はもう、なんとなくお父さんは帰ってこないような気持ちがして、お母さんの前ではお父さんのことを聞かないようにしました。お父さんの病死の候補を受け取ったのは、それから間もなくの昭和23年の秋でした。お母さんも子供たちもどうしたのか、その時は涙なんぞ出ませんでした。お母さんは怒ったような声で言いました。さあ、今日から立て直しよ。うかうかしてられないのよ。お父さんが生きてればくれるお金も、死ねばもう政府はくれないんだって。戦争ってこんなむごいことになるのよ。でもさ、生きていかなくちゃならないもの。しっかりしようね、かんちゃんもみえちゃんも。お父さんに見せたかったんだけどね、二人の大きくなったのをさ。でも、もうダメね。
しっかりしようね、かんちゃんもみえちゃんも。しっかりしてよ、かんちゃんもみえちゃんも。二人の名を繰り返して言うお母さんの声はいつもの何倍も大きいように思えました。その日から親子三人は新しい気持ちで暮らし始めました。新しいといったところで、目に見えることでは急に変わったこともなく、ただ心の中からいろんな考えを一つ一つ捨てていくことでした。勘太郎が真っ先に捨てたのは、お父さんが帰れば一緒に行くのだと言い続けて楽しんでいたスキーでした。スキー道具は二組あって、お父さんとお母さんが若い時に使っていたものでした。それが玄関の天井に吊るされたままお父さんを待っていたのです。お母さんのおかんちゃんにあげるわ。お父さんにコーチしてもらいなさい。それを言うとき、お母さんはいつも楽しそうでした。あたしに何くれるの？みえ子がそう言うとお母さんは即座に、みえ子にはミシンよ。今、シンガーはなかなか買えないのよ。これがお母さんの形見。焼けなくてよかったわね。こんなふうな約束になっていたのです。スキーはいつ天井から下ろされるか、今のところ見当もつきませんし、ミシンもまた、ミエコの新しい洋服を作ることなど忘れたように、古い布で作り直すものの裁縫ばかりに使われています。しかし、二人はそんなことを考えませんでした。考えることがあっても、自分たちよりもっと気の毒な戦争の犠牲者が日本中にたくさんいることで、自分たちをそれほど哀れだとは思えないのです。お父さんのことはどう考えても悔しいけれど、その悔しさに負けてはならないとお母さんがいつも言って聞かしてくれます。しかし、二人にとってはお父さんのこともまだぴったりと心の中に溶け込んでこないのでした。やっぱりいつかは帰ってくるような気持ちがしてならないのです。だから大して元気をなくすることもなく、また春を迎えました。去年子供だったヤギは赤ん坊を産んで2匹になり、お乳を毎日一升も出すようになりましたので、7合だけ近所の人に買ってもらうことに決めました。乳搾りはお母さんの役、草刈りは勘太郎、配達は美恵子と決めましたが、いつの間にか二人は草刈りも一緒に、配達は一日代わりにすることになりました。こんちは、ヤギ屋でございます。茶目の勘太郎は初めからこんなふうに言ってニコニコしていましたが、美恵子の方は少しおすましの顔で、ごめんください、ヤギのお乳を持ってまいりました、と丁寧に頭を下げました。しかし、勘太郎の「ヤギ屋でございます」がよく聞いて、いつの間にか二人は「ヤギ屋さん」と呼ばれるようになりました。ヤギ屋さん、お宅、卵は売らないの？ すると、勘太郎は驚いたように細い目を見開いて、ヤギの卵ですか？と大きな声で言いましたので、おばさんは台所へしゃがんで大笑いしました。3羽いた鶏が1羽巣入りしてひよこを返したばかりなので、鶏は1羽になっていましたが、しかしその日から産みたてをヤギさんの家へ持っていくことにしました。ひよこが大きくなって産み出すまで私たちは我慢しましょうね。それまで栄養はヤギさんに頼もうよ。ヤギはだんだんお乳が増えてきていました。ヤギの赤ん坊がもう乳離れしたからです。しかし、ヤギ乳が欲しいという人が見つかると、飲むのを減らしてその方へ配りました。それほどにしてもうちの暮らしは苦しくなる一方でした。お父さんが元勤めていた会社からお金が来なくなったからです。
お母さんが何を売ろうかと思案しているのを見ると、二人は競争で言いました。お母さん、僕のスキー売ってもいいよ。あんなもん、また買えるさ。お母さん、それよかミシン売ったらば、その方がお金になるでしょ。どうしてそんなに売りたがるの。お母さんは売るまいと思って考えてるんだのにさ。そして小さな風呂敷包みを持って出かけていくのでした。その中にはお母さんの着物が入っているのを二人はよく知っていました。燃え出した木の芽が若葉になり、若葉の色が次第に濃くなって、今年もまた夏が来ました。ソ連地区から福音船の便りは毎日のように伝わってきますが、去年までのように待ち焦がれていないことに気がついて、カンタロウは自分たちのお父さんがもうこの地球のどこにも生きていないことを初めて知ったような気がして寂しくなりました。そして美恵子と賭けをしたことをふっと思い出し、それを払いのけるように駆け出しました。配達の途中です。後から美恵子がバケツの音を立ててついていきます。賭けながら美恵子は、お兄ちゃん、瓶が割れるわよ。帰りに走ろうよ。ね、ね。しかし、カンタロウはますます足を早めました。ズックの袋の中で、ヤギ乳の瓶が鈍い音を立てて踊っています。割れるなら割れちゃえ。カンタロウは鼻の奥がキュンとしました。けれど、台所口に立つといつもの声で大きく呼びかけました。こんにちは、ヤギ屋でございます。遅れてきた美恵子は、はあはあと肩で息をしながら、手の甲で額の汗を払いました。曲は竹光徹、映画ドデスカデン。朗読は坪井栄のヤギ屋の兄弟でした。いかがだったでしょうか。来週4週目は人生相談です。ぜひぜひ、どんな小さなことでもいいので、メッセージをお寄せください。メールアドレスは797@fmginowan.com です。また一週間が始まります。どんな一週間にしますか？いいことがいっぱい起きますように。番組に参加してくれた皆様、ありがとうございました。お相手は秋元則子でした。それではまた来週同じ時間にお会いしましょう。おやすみなさい。素敵な夢を。